半魔家の本家の本物貴族の半魔岩尾先生です。ですね、だいぶね、宇宙生物の、見方がついて、動きやすくなりました。地球人は全く、反して動いております。宇宙生物の勢力が強くて、私の生活が楽になってきました。地球ではですね、本物の創業者とかね、会社の創業者とか総理大臣とか王様とかね、本物の、私が存在してるんですけれども、みんな無視して動きます。例えばアマゾンさんとかですね、1長者番付、2ビル・ゲイツとかね、マイクロソフト、3投資家とかいますけども、全部事実上は私の方が創業者としては一番ですね。アマゾンを作ったって言ったら、僕パソコンの発明者、この世でエレクトロニクスを作った本人ですからね、創業者では私は一番上だけれども、人間あビル・ゲイツのマイクロソフトの会社も事実上技術的に私が作ったのでは一番上なんで、ビル・ゲイツよりか創業者なんですね。で、一銭もお金を出さないわけです、人間たちは。それから3位は、まあ、投資家だけども、やっぱ関連では私の方が上でしょう。で、人間たちは絶対一番の本物の私に対しては無視して一銭もお金を払わないわけですね。で、全部嘘ついて、創業者なんて言ってるけども、実は私の方が上なんです。だけども人間たちは現在も反してますけども、宇宙生物がね、人間よりか多い宇宙生物、まあバクテリアは多いんでしょうけれどね、知能が集まると人間よりか上になりますから、そういう関係でね、宇宙に情報が伝わってね、私がこのように話せるようになってきました。地球人よりかは力強いんで、宇宙生物がですね、かなり時間が経っておりますけど、私も還暦になっちゃいましたけどね。で、お金なしで生活してきましたからね。で、ホームレスもやってますからね、私はね、やらされましたけど。ということでね、神社のね、お餅を食べて、食い物なくて、神社のお餅をよく食べました、お正月ね。そんなこともやってきてますしね。で、人間のね、その勢力はまだ全員反してますけども、私からはね、宇宙全体の生物がやっぱ力が強いんで、本当の創業者とかね、偉い人っていうのは私だということが分かってきたという。ね、それでこのように話ができるようになりました。前はこんなこと言ったら殺されました、人間に勢力が足んなくてね。で、そういうね、動きでね、やってますけども、宇宙生物って意外とね、実際人間の生きてる生物100億人の人間ではなんだけど少ないんだけども、非常にやっぱり知能低いんで、知能は高くはなるんだけど、バクテリアみたいなもんでしょ？とか、菌とかね、そんなの集まってての頭ですから、ほとんどね。だからね、ただ力は強いんですよ。人間の細胞よりかもっと多いですから。ね、無数ですからね、また地球よりかもっと多いですからね。そんなことなんで、伝わるのに60年もかかりましたよ。で、やっと中和が少しできるけど、まだ金が入らないと。人間たち、私の方が創業者で、全部私のお金だよというようなことなんだけど、一銭も金よこさないですかね。で、なお、攻撃は多くなってきてます、人間たちの攻撃がね。年金も支払わないよと。出さないよなんていうことも言ってきてますから、こっちで力ずくで今抑えてるんですけどね、ちゃんと出させるようにしてるんですけど、不正でね、年金も少なくされてるんですね。
だって100万ぐらいは入るはずなんだけど、たった3万でしょ。月3万円なりですからね、その年金はね。そんな100万のものが3万も詐欺取られてますからね。まあそういうことで、まだ人間たち全員は攻めてきております。なおかつ力は強くなってきてますけれども、宇宙生物が実際の創業者とかね、偉い存在をね、伝わってきたんで、それでこのようにやっと、前はこんなこと話したら殺されましたけれども、話せるようになったということね。実際の創業者は私だよということがね、伝えられるようになりました。地球上の創業者一番上であると、あらゆるものを創業してますね。総理大臣もあらゆる総理大臣、大統領やってますね、事実上はね。ということで宇宙に伝わってきました。まだ伝わってないですけど、徐々にもちょっと伝わると思いますね。そうすると人間たち抑えられますから、ね、ただもっともっとそれ以上にね、力つけてくるんで、その上でね、対抗はできると思いますけどね。そういうことですね。どうもありがとうございます。